第は、カナダ出身のマイク・ミロシュによる音楽プロジェクト。ロマンティックで緻密なサウンドや、男性ながら、シャーゲーを彷彿とさせる、感能的なマイクのボーカルを特徴とする。2012年より、ボーカル担当のマイク・ミロシュと、デンマーク出身で、楽器演奏担当のロビン・ハンニバルの二人組として、ロサンゼルスを拠点に活動を開始。2013年にファーストアルバム、 ウーマンをリリース。2017年に、ロビン・ハンニバルがプロジェクトを離れ、ミロシュのソロプロジェクトとなる。その後は2作目のアルバム、ブラッド、3作目、スピリット、4作目、ホームをリリースしている。ボーカルのミロシュ2010年、ロビン・ハンニバルが自身参加のデュオ、クアドロンのリミックスを、ミロシュとして活動していたマイク・ミロシュに依頼したことを、きっかけに意気投合し、 2012年から共同での曲作りを開始。量としての蘇生を明かさないまま、2012年から2013年にかけてオープン、ザ・ホールの2曲を発表すると、音楽メディアを中心に大きな話題となる。2013年5月にファーストアルバム、ウーマンを発売。本作は、批評家筋から高い評価を集め、ピッチフォークメディアはこの年のベストアルバムランキングの 第42位に、スピンは第26位に、ビルボードは第8位にそれぞれ選んでいる。同年7月、フジロックフェスティバルに初出演。2017年に、ロビン・ハンニバルがプロジェクトを離れ、ライはミロシュのソロプロジェクトとなった。2018年2月2日、2作目のアルバム、ブラッドをリリースする。2019年5月10日、3作目のアルバム、 スピリットをリリースする。2021年1月22日4作目のアルバムホームをリリースする。ありがとうございます。